エフゲニー・セルゲイビチ・ボトキンは、ロマノフ朝最後の皇帝ニコライ2世一家の主治医であった。アレクセイ皇太子が血友病に関連して発症した合併症の治療も行っていた。元皇帝一家と共にエカテリンブルクの一派チェフ官に監禁され、1918年7月17日に彼らと共に殺害された。1981年に在外ロシア正教会によって、 ソビエト政権による圧政の犠牲者として列勢された。1909年頃、マリア王女とアナスタシア王女を乗せた車を引く、ボドキン博士千0 8父のセルゲイはトリアージを導入し、国内初の実験的量の研究室や、都市の貧困層に医療を提供するための医師グループを設立するなど、ロシア医学の発展に多大な影響を及ぼし、 ロシア医学の父と称された著名な医師であった。ボトキンはサンクトペテルブルク大学、ベルリン大学、ハイデルベルク大学で医学を学んだ。その後にサンクトペテルブルク市内にある病院の主治医に任命され、日露戦争では病院列車に乗って戦線でボランティアを務めた。1908年に前任者の死亡に伴い空席を埋めるためにボトキンは ロシア皇室の主治医に任命された。彼とオリガ夫人の間には4人の子供がいたが、この結婚生活は、ボトドキンの皇室に対する長時間の検診が原因で、崩壊した。オリガは子供たちのドイツ語教師と不倫するようになり、離婚を申請して許可された。ボトドキンは、しぶしぶ離婚に同意し、子供たちの親権を保持した。ボトドキンは、 ニコライ2世から友人とみなされていた。アレクサンドラ皇后とは多くの場合は彼女の母国語であるドイツ語で話し、外国の要人が彼女と接見するときは彼が時々通訳を担当した。心臓病を患うアレクサンドラの治療法について明確な考えを持ち、矛盾を嫌う彼女に ロマノフ王朝300年祭が開催された1913年には、チフス菌が含まれる水を用いて作られた、オレンジエイドを飲んだ、タチアナ王女が、超チ,チフスに感染してしまい、彼女を治療していたボトキンも病気に感染してしまった。数週間帰得状態が続いたものの、一命を取り留めた。第一次世界大戦に従軍したデミトリが1914年12月に死亡してからは、 以前にも増して宗教的になっていき、末の息子のグレーブによると、情欲の高まりを嫌をしていたという。家庭生活を重視して、上流社会から孤立していた皇帝夫婦にとっては数少ない信頼のおける中心の一人だったが、思想的には帝国主義を嫌うリベラル思考の持ち主であった。また、皇帝夫婦や皇帝の子供たちと強い信頼関係を築いた。 グリゴリー・ラス・プーチンとは仲良くすることを拒否した。1918年春にトボリスクで息子グレーブ、娘タチアナと共に撮影。最後の家族写真1917年の2月革命後にチャールス・コエセローのアレクサンドロフスキー宮殿で自宅南京下に置かれ、同年8月にシベリアのトボリスクに追放された元皇帝一家と一緒に遊兵生活を送った。ボトキンは に同行することが患者である彼らに対する責任だけでなく国のために自分が果たすべき使命であると考えていた。一家が1918年4月26日から4日間かけてトボリスクからエカテリンブルクへ移送された時もニコライ2世、アレクサンドラ、マリアと他のわずかな従者に同行した。トボリスクに一緒に滞在していた彼の二人の子供タチアナ・トグレブはこの時には 同行が許されなかった。ボドキンは、一家が同行を希望したメンバーには当初は入っていなかったものの、ニコライ二世夫婦がエカテリンブルクへ行くと聞いて、最初に同行する意思を表明した。子供との別れが不安ではないのかと聞いたアレクサンドラに、対し、自分にとって、両陛下は常に何者にも変えがたい大切な存在だと答えた。アレクサンドラは痛く感動し、涙を流して、 心から彼に感謝した。タチアナとグレブはこの後に、父の後を追って、エカテリンブルクまで移動するための許可を申請したが、却下された。エカテリンブルクのイパチェフ間で過ごした78日間の多くの夜をトランプをするなどして、ニコ、6月23日に、ボットキンはモルヒネ注射を必要とするほど深刻な、戦痛の再発に苦しみ、この激しい痛みは5日間続いた。 注車は、看護技術を持ち、元皇帝夫婦の二番目の娘であるタチアナに、依頼した。7月16日午後に、新任の警護隊長、ヤコフ・ユロフスキーが長い監禁生活の間に、アレクセイを楽しませ続けてきた14歳の皿洗いの、少年、レオニード・セドネフが、館から去ったと明かした。実は、ロマノフ家のメンバーと一緒に、彼を殺したくなかったために警護兵が少年を、 一発フ間から通りの向かいの宿舎へ引っ越させていた。しかし、殺人の計画を知らない、ロマノフ一家は、セドネフの不在に怒っていた。ボトキンは、タチアナと一緒に夕方にユロフスキーのオフィスまで出向き、セドネフを復帰させるように要求した。ユロフスキーは、セドネフはすぐに戻ってくると伝えることで二人を、なだめようとした。 1918年7月17日午前1時半頃、ボトキンは彼の部屋に入室したユロフスキーに起こされ、エカテリンブルク市内の情勢が不穏なので、直ちに着替えて地下2階に避難するように一家に伝えろと命じられた。ユロフスキーは一家を急がせたわけではなく、洗顔と着替えに30分かけることを許した。その後にユロフスキーが先頭に立って、 一家を地下へ連れて降りた。自分とアレクセイのための椅子を求めていたアレクサンドラは彼女の息子の左側に座った。ニコライ2世はアレクセイの後ろに立った。ボトキンはニコライ2世の右側に立ち、4人のミコや他の3人の従者はアレクサンドラの後ろに立った。銃殺隊が入室し、彼らを指揮するユロフスキーが手短に殺害の実行を発表した。 一家や従者たちはしばらく言葉にならない叫び声を上げていた。ニコライ2世は最初に殺害されたが、ボトキンはその直前に自分が盾となり、最初の弾丸を受けて負傷したと言われている。あるいはアレクサンドラを守ろうとして飛び出したという説もある。最初の一斉射撃が終了した後、瀕死の重傷を負って横たわっていたボトキンは2時10分頃に、 とどめの銃弾を浴びて死亡した。53歳没。最初の2発は腹部に浴び、3発目は足に浴びた。そして、額にも銃弾を浴びた。銃殺後、ユロフスキーは、ボドキンの部屋から最後の文章を押収した。白軍が1年以上を費やして、調査を実施したが、殺害された11人の遺体はついに見つけられなかった。その代わりに、 ボトキンが装着していた義士や医師のものと見られる一本の指が発見されており、ボトキンの死亡に関しては、おおむね確実視された。1994年。副顔実によって、生前の姿に顔面が再建された7月17日の他の殺人被害者と同じく1981年に、在外ロシア正教会によって劣勢された。タチアナの息子、 コンスタンティン・メルニーク及びその孫娘は1998年7月17日にサンクトペテルブルクのペトル・パウエル大聖堂で執り行われた80年前に一発不完で亡くなったニコライ2世一家とその従者のための葬儀に出席した2009年10月16日に ロシア連邦検察庁は、ボットキンナ従者を含めたボリシェビキによる赤色テロの犠牲者52名の名誉の回復を発表した。ありがとうございます。